Jabal el Laut is a mountain located in northwest Saudi Arabia near the Jordan border above the Gulf of Aqaba at 2,580 meters above sea level. The name means Mountain of Amans. Although Wikipedia writes as follows that in discussion about the location of biblical Mount Sinai, Jabal Maghra or Burnt Mountain is often confused with and misidentified as Jabal El Laut by various authors and investigators in the past. I Hiroshiyashi am convinced that Jabal El Laut or Mount Laut is Mount Sinai on my Hiroshiyashi's NESCA Theory Shinai ジャベル・マグラはどこにあるのでしょうかジャベル・マグラというのは、燃える山という意味だそうです。それはともかくも、シナイ山は長い間、現在、モーゼ山と呼ばれている山のことだと思われてきました。が最近の調査研究により、シナイ山はジャバル・アル・ラウツということにほぼ確定されつつあります。ジャバル・アル・ラウツ山というのは、 アーモンドの山という意味だそうです。山の頂上部がアーモンド色をしているからです。で、以下、ラウツ山と呼ぶことにします。ジャベル・マグラとジャバル・アル・ラウスという名前も一致しています。ラウツ山がアラビア半島のこの辺りでは最高峰の山であること、山頂部の色がアーモンド色であること、山頂部が 平らになっていることなどが理由に考えられています。が、何よりも旧約聖書の中の記述とラウツ山周辺の遺跡が一致したことが決定的となりました。広瀬林、浜松市、ジャパディングのクン a l As the people complained once again asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom, by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. 画面を見ながら説明しますで今あの動画をご覧いただきましたけどもその論文版がですねウェブサイトの方に紹介されていましたで従来はですねシナイ半島にシナイ山があるというふうに考えられてきたわけですねでモーゼ山というのがその山になるわけですけども、えー、いわゆる、まあ、ラウツ山の方にアラビア半島のですね えー、ラウツ山の方に今は落ち着きつつありますそれは、えー、旧約聖書の中に出てくる、まあ、記述内容とですね、ラウツ山周辺に残る遺跡が一致したというのが、まあ、主な理由です。主な理由と言いますか、まあ、この岩なんかそうですけどもね、まあ、モーゼンがですね、この岩の間から水を出したと。そして、その水の流れた痕跡も残っていたということなんですね。で、 ま、これに対して、従来の、いわゆる、ま、ーゼ山の方をですね、シナイ山だと説く、学者たちからは今、猛烈な、なんて言いますか、反論が出されているという状況で、ウェブサイトは大変賑やかになってきています。で、これが、あの、ツ山の周辺ですね。で、ま、こうして神に捧げ物した岩も見つかっていると。 遺跡も残っていると、まあ、たくさんの、ね、人が住んでいたという形跡が残って現在に残っているということですね。ですから、まああのー、モーゼ山がシナイ山なのか、あるいはラウツー山がシナイ山なのかという、まあ、議論ですけども、まあ、それについて私が、ね、介入するということはありえないわけですね。しかし、ですねナスカラ理論でちょっと考えてみたいと思います。でこれがラウツー山ですね。 のそ,その頂点からナスカに線を引いてみますすると、まあ、大変立派な滑走路といいますか、プラットフォーム兼滑走路が見つかります。この右上から引いてきた黄色い線がこれがラウ仏山から引いてきた線です。綺麗に重なるんですね。ということは、このランウェイはラウ仏山の方向を正確に示しているということになります。ナ まあ、我々の神と呼ぶエイリアンが、ラウツ山に絡んでいた。まあ、これ必要十分条件ではありませんけどもね、まあ、十分考えられるわけですね。まあ、林浩氏の名付かり論で、まあ、きちんと証明できたということになるわけです。でじゃあ、モーゼ山についてはですね、一つ重大なまた謎があるわけですで。ラウツ山とモーゼ山の間はですね、130キロ離れてますけどもね、実は、 ラウツ山とナスカをつないだほぼ真直線下に、このモーゼ山がありますで。従来はこのモーゼ山をシナイ山だとにかがシナリザンだと考えられていました。しかし、リオナルド・ダ・ヴィンチが大変な絵を残しました。これが岩窟の聖母子と言われているルーブル版ですけども、えー、ここに上の方にこんな奇妙な山が描かれています。この山と いわゆる市内半島にあるモーゼ山が一致したんですね。ということは、あのー、ダヴィンチョはいわゆるもモーゼ山のことをしていたのかということになるわけですけどもね。まあ、それは当然していたということになるわけです。これがモーゼ山です。で、この山をずっとあちこち探したんですよ。あのー、森本聡さ,さんという方のね、協力も得て探したんですけど、なかなか見つからなかったんですけども。まあ 動画の中にポロンとこのモーゼ山の写真が出てきて気がつきました。もちろんこれは林博士の発見ですよ。上がダヴィンチの絵です。下がモーゼ山ですね。比べてみてください。風合い色の使いかまあ色っていうかあの漢字ですよね。同じだということです。で、下がモーゼ山。上がダヴィンチの絵ということになります。左右を反転しますと、まあ、 どううなんでしししょうか。私は同じと判断しました。一時はあのオーストラリアのねカタツジュータ、太平洋国庭ということでカタツジュータを挙げたこともありますけども、まあ、これで決まったってことになりますね。ダ・ヴィンチはいわゆる市内半島のモーゼ山を岩窟の成母の中に描いていたということになるわけです。 どうして知れたかなんて山のことは聞かないでくださいね。ダヴィンチはそれ以上に、まあ、これ以上に不思議な絵をたくさん残しています。で、これが岩窟の聖母ですけども、この中に、まああのまあ、マリアン聖母がバ、バージンがねあの、マドンナがいるにはふさわしくないような場所がたくさん描かれている、岩が描かれているということですね。で、実はですね、あの、 ジリスさんという方からですね、えーまあ、以前ですね、あのダヴィンチの書いているその絵の背景に、ラウツ山があるということをもうちょうど1年ほど前にですね実は教えていただいていたんですねで。その時はあまり注意しなくてですね、えー、ラウツ山イコール、いわゆる,まあし,し,わゆるしない山というふうには考えないでいたわけです。まあ しかし、まあ、今日と言いますかね、こうして改めてあのいわゆる、まあ、アラビア半島におけるラウツ山を調べて、行方においてね、あのあ改めて、なんて言いますか、シナイ山というのはアラビア半島にあったあるラウツ山であるという確信を持ちました。あまあ、これはちょうど1年前に作った動画ですけども、あのはい、同じようなことを。 それで,で,、ね、で、ジリスさんのおっしゃるようにですね、この岩の漢字が、いわゆる、まあ、モーゼ山のそれと似てるってことだったもんですから、モーゼ山の岩をいくつかって言いますか、拾ってみましたけども、まあ、同じものもちろん探すことはありえないことですからね、まあ、なってますか、漢字ですよね、を皆さんに見ていただきたいなと思います。 セピアにしてみますと、漢字がよく似てるというレベルで、まあ、そうかなというふうに思っていただければ結構です。で、結論ということになりますけども、ラフツ山が白井山であるということは、まあ、ほぼ間違いないんじゃないでしょうか。もっともこの世界はね、もうそれこそ大変多くの数のね、研究者たちがもう本当に真剣に研究している分野ですから、私のような人間がね、出る幕はもちろんありませんけども、私のナスカリ論を使ってもですね、 えー、ラウツ山が、えー、非常に、ってますか、意味のある重要な山であったということがこれでわかりました。これが、なんて言いますか、このモーゼが繰り返しになりますけども、水を出したと言われている岩です。まあ、そうした岩、あるいはその家畜を建てたあの堀とかね、そういったものも見つかっているんですよ。まあ、いろんなものなんですかる。それからあの まあ、燃える山ってことでね、アーモンドの山ってこととまた一致するわけですね。まあ、色が濃くなっている、まあ。これに対して、まあ、地質学者の先生たちは別の種類の岩だっていうふうに言ってますけども、何らかの形で焼けた岩ということも考えられなくはないわけですね、まあ。それはこれからの研究によって分かってくると思います。ということで、猛勢山ではなくて、羅臼山がシナ内山であったとっいうことになります、まあ。続くビデオ、ちょっと古いですけども、どうかご覧になってください。 Bye for now!Hello, this is Hiroshihaya Shihama-Ma City Japan.Mystery of Four Mountains 4つの山の謎。Leonardo da Vinci は受体告知という絵を描き残しています。代表作です。その絵の中央に奇妙な山が描かれています。 これがその山です。ダヴィンチはどこの山を描いたのかということを、まあ、何度も調べてきましたが今日はもう一度別の視点からこの山をについて考えてみたいと思います。4つの山。今言いましたようにこれがダヴィンチの描いた受胎告知の絵です。そそしてその中央に、奇妙な、 山が描かれています。これがその山です。次に、同じ山をですね、ウォルト・ディズニーがファンタジアの中で表現しています。ウォルト・ディズニーの代表作です。名前をボールド・マウンテンと言って、これは、まあ、言うなれば、悪魔の住む山ということになっています。なぜ、ディズニーはこんな山を描いたのか。 とということになりますね。続いて太陽系最大の火山タミューマセフですこのタミューマセフから南に180.00で線を引きますとその線はまっすぐとナンマドールのあるポンペイ島を横切りますこのポンペイ島は屋久島と同じ形ですそしてさらに南下しますとオーストラリアのボールスピラミッドへとやっていきます高さは、 5 5 0メートルあるんですよ。ただ、ややエラーが、このタビマシフとポンペイ島をつなぎますと、ややエラーが出ます。8 9キロのエラーが出ます。そして、並べてみますと、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。が、しかしもう一つ忘れてならない山が、モリア島のモアロア山です。この山も大変よく似ています。モリア島は、 人工造成等で,すで、すライン理論でちょっと調べてみますと、この黄色い線がフィレンツェ、フロレンスですね。ダヴィンチが活躍したフィレンツェから引いてきた線です。で、カタトジュータ、モリア島と線を引きます。そしてマウントコーナー、それからウルルは新一直線につな,つながります。そしてボールズピラミッドがここにあります。というような位置関係を記憶に入れて、 続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much for watching and bye for n o w h e l l o t h i s is Hiroshihayashi and Satoshi Morimoto Japan.Devil's Mountain by Walt Disney.Disney Disney knew what Da Vinci was.Disney の書いた悪魔の山 ディズニーはダ・ヴィンチの正体を知っていた。これはリオナウド・ダ・ヴィンチの描いた受胎告知の絵です。その中心に奇妙な山が描かれています。この山を拡大し陰影をつけてみます。この山と同じ山をディズニーはアニメファンタジアの中で使っています。 悪魔の山です。この両者は酷似しているというよりは共に絵であることを考えるならば同じ山と見て間違いありませんね。両者を比較してみますとコンセプトが全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。問題はなぜディ,ディズニーがですね ダヴィンチの山を使いアニメ「ファンタジア」の中で悪魔の山としたかですね実はディズニーはフリーメイソンリーでしたそしてダヴィンチの正体を知っていました続くビデオをどうかお楽しみください Thank you very much Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto. In this video, I can't say anything about these facts, and it is 100% up to you how you think and judge. This is a story about the secret about a man named Walt Disney. Thank you very much. Hello, this is ashi, h i r o s h i h a y a s h i Hamamaseri Japan.Reach an unreachable star.Walt Disney knew what Da Vinci was.Disney はダビンチの招待をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作、ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、 このファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます。悪魔が住む山です。これがその山ですけれども、ボールド・マウンテンと呼ばれています。これがあのファンタジアの次第にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。 これと同じ山がですね実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのですこれが受胎告知と言われているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね描い絵の中でもその中央に描かれているのがその山なんですなぜウォート・ゼデニーはこの山をファンタジアの中で 悪魔のの山としたのでしょうか百聞は一見にしかず皆さん自身で比べて見比べてみてください左がダ・ヴィンチの受胎告知の中の絵です右がディズニーのファンタジアの中の山ですほんのわずか書いてありますけども基本的な構図は同じですね でディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山をの中の一つを描いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山スス、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。で、私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。 2日ぐらい、2日ぐらいというか、2日かかったぐらい、まあ、それほど大きな、ね、あの山じゃありませんので、あの、調べれば、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身も、では一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアの、スロベニアのですね、トリーグラブ山です。 似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。あのまあ、これがあのデ,ィのディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ、山というのは見る角度によって非常にというのか姿を変えますから。 あのその辺は注意が必要ですですからまあ点を打ち四方八方から調べてみましたが同じような山は見つけることができませんでしたが水さんという方からですね大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました、まあ、この山あのピラミッドがですねいわゆるダ・ヴィンチの絵の中のピラミッドにあ山に似てるというわけです で調べてみましたこれがそのピラミッドなんですね高さが551メートルあります海の中の部分を含めますとおそらく1000メートル近いこうした山なんですねピラミッドなんですねで皆さんこれ見られて自然のものだと思いますか私は自然のものに自然にできたと思う方がおかしいと思います溶岩の山なんですね 先がとんっていますいかにもという山なんですねピラミッドなんです高さが今も言いましたように5 5 1ルですよメートルですよ,メートルですよ海面から火山がのみ出てきた島群の中では最も大きいものであるとどうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよねこれがダ・ヴィンチの絵です で、この今、ボールスピラミッドと比較していますと確かによく似てるんですね。そこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして書いたかということなんですよね。ダヴィンチは私はこの島をモデルにして書いたというふうに確信しています。それには2つの理由がありますが、その理由はもう少し後で 説明させていただきます皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山を、ボールズ・ピラミッドを真似て描いた オーストラリアのですよその理由はですねというか皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけどもその理由はですねこの地図を見れば分かるんですねフロレンスから、まあ、フロレンスねフィレンツアですからカタトゥジュータに線を引きますでカタトゥジュータからボールズピラミッドに線を引きます共に 極めて重要なまあ、キーポイントですねそこでもう一度ダ・ヴィンチの絵を見てみましょうこれはまた有名な洞窟の聖母ですねこの上に奇妙な山が描いてありますこの山には見覚えがありました私が謎解き始めた頃最初に目をつけたのがこの山でしたカタツジュタですねまるで核兵器で溶けてただれたような山々です この山とダ・ヴィンチの洞窟の聖母の中に描かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ上の方が、ね、全く同じというわけではありません。これがカタツジューダです。すなわちダ・ヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山,山があるならですよ。 イタリアフレンチの近くにそれはまた紹介してください私が調べた限りありませんでしたでラビダヴィンチはですねカタツジュウタへ来ていたわけですねそ,その証拠はこれなんですと同時にボールスピラミッドにも来ていたとそれが先ほどの受胎告知の絵であると 飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけどもここが南極下へ行くと南極ボールズピラミッドはここにありますそしてナンマドールはここにあります真上が北極ですね当然そしてタミューマシフという世界といいますか太陽系最大の火山がここにありますムー大陸はこの近くにあって何かのか形でね沈んだということは十分考えられますこれがタミューマシフの火山です巨大ですね そしてカタツジうタは言うまでもなく拠点中の拠点ですねここから、えー、隣のウルウルそしてマウントコーナーをつなぎますと一直線上に密着、うん、線上ですよ大地の森跡へと向かうわけですこのようにすべてが計算されていますがこれでまあ一つのなって言いますか ダヴィンチの描いた山の謎を、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、真似,だと真似て描いたと断言していいですね、 構造を見てください。下のように、えー、山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーはダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. ハロウ、this is Julius。and はやし。ジャパン。ダヴィンチ、ニュート。シナイザンの謎。ダヴィンチはそれを知っていた。まあ、シナイザンがどこにあるかということは。ずっと長い間、謎でした。で、まあ、現在、シナイザンと言われているシナイザンは、シナイザンではないというのが、まあ。 一般的な見方ですでダヴィンチはしかしこのシナイ山をですね、岩窟の聖母の中で描いています。まあ、この山がそうである。まあ、それを精査していますと、上がダヴィンチの描いた絵、下が実際のシナイ山の写真です。まあ、なぜこんな絵をダヴィンチが描けたかということも謎ですけども、まあ、実際にシナイ山はほぼこの山に特定されつつあります。まあ、そのビデオはこの後につなげておきます。 まあともかくも、どこにシナイザーがあるか、謎なんですね。それについて、ジリスさんが。こんな仮説を立ててくださいました。まあ、このモナリザの背景の山は、右の、まあ場所だというわけですね。 で、あちこちの場所がですね市内山の候補地として今まで挙げられてきましたでこれが岩窟の聖母ですけども先ほど紹介しましたように一番上にその山が描かれています。 ダ・ヴィンチはその謎をですね、暗号として書き残したというわけです。まあ、それに対してミリリューさんからこんなメールが届きました。 まあこの山がですね、あのダメージの変えたにが2に似てある、まあ、あのカタリーナ修道院はこのナイ山のふもとにてか作られているわけですねもいわゆるモーゼの山ということになっているわけです。 とということです、まああの。ほぼ見解は一致していますが、あの上がダヴィンチの解体、下があー市内山と言われている、現在市内山という名前がついている山です。しかし一方で、それからはるかというか離れたアラビア半島の中にこうした、まあ、市内山が見つかっているわけですね。で私が調べた範囲では、このあ辺りが最も信憑性の高い 場所であると判断しました。そのことについては、続くビデオをゆっくりとご覧ください。えー、ジリスさん、それからミリルさん、どうもありがとうございました。シ市内山の謎はまだまだ続きそうですね。Thank you and bye。Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.My s t i t y of g a s g a s l a n d s c o v e r and Japan. 神々の謎、神々の土地、カーバーと日本、えー、マウント、まあ、日本ではシナイザンと言いますけど、マウントサイナイですね、がどこにあるか、カーバーとは何なのか、そして日本とは何なのか、その答えを皆さんは証拠とともにこのビデオの中で知ることができます。どうかご覧ください。Thank you very much. And bye for now. Hello, this is Ransuke Taka in Tokyo, Kameya and Hiroshi Hayashi. Mystery of Kaver Mecca. Kaver to Mount Sinai. Carver ga shimesu, eh, shinai Ransuke-san to からですねこのような、えーまあ、写真を送っていただきました。まあ、前回というか少し前にあの前方後円墳についてね、あのー、ビデオを作ったんですけど、それに対して、まああので、ね、あの神殿の様子といいますか、あの敷地がですね前方後円墳に似ているというところから物語が始まったわけです。まあ、それに対してさらに、あのー 東京,東京の高さんからですね、さらに、まあ、追加的な資料を送っていただきました。これは現在のカーバーですよね。そして、その中、まあ、そのこれが昔のというか、それ以前のカーバー、神殿の様子だと思いますで、まあ。検証してみたんですけど、まあ、結果は同じですよね。 あのカーバ神殿の形というのは、やはりどこか前方後円墳に似ていると。だからといってイコール同じとは言えませんけどもね、それにつ続くビデオ、これもビデオをまたこの後につなげていきますが、ここで私はですね、あの別の角度からといいますから、新しい発見をしたんです。でそれについてこれからあの話したいと思うんですけども、それが、まいや、シナイザンですよね、えー。モーゼが、まあ、あの、 作ったって言いますすかあの山ですね要するに、希約精神出てくるシナイ山はどうなるかということは問題なんですけども、この川場神殿をですねまっすぐと、あの角それ,もそれぞれは意味,意味があるんだそうですけど、これまっすぐ行きますとね、ここへ来るんですよね。で、この、これがシナイ山あの、これはケイミヤさんが私に教えてくださったシナイ山の位置なんです。で、モーゼ山っていうのもあるんですよね。その左にあるのがモーゼ山です。 そして右にあるのがケイミヤさんが私に教えてくださったシナリザなんですけどもごく最近こんなビデオが発表されましたどうかご覧ください。 As the people complained once again asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. Moses built an altar and called its name the lord is my banner here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the amalekites also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents this is clear evidence of prior occupation at this site でこの水が出る岩水が出た岩の辺りが先ほど言いました、ミヤさんが指摘してくださいました、シナイザーの近くなんですね。これは偶然の一致なんでしょうかそれとも、まあ、どういうことなんでしょうということで、あの川場神殿を調べていましたら、別の謎が解けたということになるわけですよね。で、まあ、この前方後円墳の形と、それからあの川場神殿の形が似てるということについてはですね、 えー、21分41秒からそのビデオが始まりますので、興味のある方はどうか見てください。それで、えー、シナイザについての謎のビデオをつなげます。Thank you. b y e h e l l o this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.Where is Mount Sinai or Sinai?Leonardo da Vinci knew it.Hiroshihayashi, Ha Nat, June The 7th, 2014, in Japanese 死内山はどこにあるのか、まあ、多くの考古学者の先生たちが懸命にそれを探しているわけですけどもまあ誰もそれが本当にどこに,どこにあるか知らないんですねそんな中ハーナットさんという方がですね大変興味深いビデオを教えてくださいました えー、本当の市内山聖書考古学というところが出しているあ動画です。でこれがその動画なんですけども、まあ、これはあの何て言いますか本当の市内山はどこにあるかというテーマでですねいろいろな学者がですねここだあそこだっていうふうに論じている、まあ、あの動画なんです。で古文書を何て言いますかあの元にですね ここだ、あそ,こだと、まあ、そういう議論が続いているわけですね。で、市内半島にあるから市内山っていうことでもないみたい,みみたいですね。で、町こっちで発掘をしながら、そしてそのモーゼがですね、えー、住んでいた形跡を探しているわけです。で、特にあのポイントはあのモーゼが紙に頼んで水を出してもらったところなんですね。でまあ、それを、まあ、このビデオの最後に、まあ、その方が出てきて、こここそその 水こ,れこの岩の間ですね、そこから水が湧いてきたというふうにして、まあ、ここが死内山だというふうに、まあ、この学者はそのように結論付けているわけです。しかし、本当のところシイ、えー、内山がどこにあるかわからないんですよね。しかし、まあ、しかしというわけではありませんけれども、最初のところにですね、この動画のところにですね、最初の冒頭の部分に大変気になる写真が出てきました。でその部分だけちょっとだけ見ていただきますけれども、まあ When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Moses and his people traveled to a mountain known in the scriptures by two names. 今見ていただいた山なんですね。実はこの山を私はずっと探してたんですね。そして森本さんっていう方と一緒にな、1週間ほどでしたかね、毎日のように何百枚という写真をそのお互いに、てか森本さんの方から送ってくださいまして、これじゃないか、これじゃないかって言っていた山が、この山らしいんですね。で、その山っていうのはこの山なんです。この山が世界のどこかにあるはずだということでですね、えー、探したんですね。 で、あそこでもない、ここでもない。まあ、ひょっとしたら、オーストラリアのね、カタツ渋滞じゃないかということで、以前作ったビデオではそのように言いました。しかし、この今冒頭に出てきた、この山がですね、上の山とそっくりなのを、まあ、ちょっと左右反転していますと、形がそっくり、同じとは言いません。しかし、そっくりなのを皆さんはあのお気づきになると思います。まあ、百聞は一見にしかずと言いますか、見ていただければ分かると思いますね。で、この山はどこの山かと言いますと、実は、 この山なんですね。この山なんですね。なぜここにシナイザ山が書いてあったか、マウントサイナイが書いてあったかということなんですね。まあも、これはそうなんです。この絵を描いた人はシナイザ山を知っていたんですね。まあ、断言はできません。大変よく似ているというだけで全く同じというわけではありません。 これは岩窟の生母子ですね。では今言ったその山はどこにあるかと言いますとこれから順に降りていきます。まあ、これ全体が市内半島ですけどもこの市内半島のここにモーゼ山っていうのがあるんですよね。まあ、市内こ,れここを紫内山という人もいますがこのモーゼ山が 大変よく似た山とということになるわけですただ山というのは見る角度によっても形をどんどん変えていきますから同じさあの形山を探すことはできませんでしたけれども一枚この写真を見つけました。モーゼ山すなわちシナイザーのモーゼ山この山なんですね。この山が先ほど見ていただいたリオナルド・ダ・ヴィンチの描いた「岩窟の聖母子」の山とそっくりなんですね。 まあ、に同じとは言いません。そこはまだこれから研修しなくちゃいけないところですけどもまあダ・ヴィンチが書いたとしたらこの山ということになるのでしょうか。まさにと言いますかあとは皆さん自身で比べてみてください。すなわちレオナルド・ダ・ヴィンチは500年も前にすでにシナイ山がどこにあるかを知っていてそれを 岩ンの生母詞の中に描き込んだということになります。どうも、あの、ハーナトさん、ありがとうございました。大変なヒントになりました。またよろしくお願いいたします。バイ。Hello, this is、uh, K. Mia and Hiroshiyashi.Where is Shinai?Nazca and Line t h e o r y s h はどこか ?Nazca と ライン理論ケーミヤさんからですね次のようなメールをいただきましたまあ紫半島についてはですねいろいろな説があるということですどこかはっきりとわからないっていわけですねがしかしケーミヤさんはここだと思うと座標を教えてくださいましたそしてまたナスカにもその直線があるというふうに ですね、そこでナ波、えー、山ですねあの刑務さんによる紫さ山はどこかということを皆さんに知っていただきますがあのいわゆる昨日作ったビデオとは少し離れていますここだっていうわけですねこれはあの刑務さんがいろんな本を読んでビデオを見られてそしてまあここだと特定なさったわけですで写真がないんですねでまあ Google Earth の方で地上ビューで見ましたこれがナスカですそこで、えー、市内からですねケイメアさんがおっしゃった市内からナスカに向かって線を引いてみますで、その直線がまあ、この大西洋を横に行ってですねそしてナスカへやってくるわけです であるんですねこの辺りはあの非常にあの左のまあ北東部にあるんですけども非常に重要なラインが詰まっているところです。ここがあのラインあの今、ケミヤさんがおっしゃったラインですね。そしてもう一つやっていますよくご覧くださいね。ほんのわずかずれてるかなっていう印象を持ちましたですけどもあの何しろねあの2000年の年月2500年もっとですか3500年ですねの年月は流れてますから。はい でじゃあ、ケミアさんの説を検証してみます。まず、市内半島ですね、からカーバー、後にまあカーバー森林が建てられる位置が位置は決まってたと思いますね。149.54で150度なんです。まあ、これはちょっとあの考えなくちゃならない角度ですね。それから、市内半島とエルサレムですね。黄金のドームのある。あの 境界とつないでいますと360度という数字が出てくるんですね。まああのかなり計算され尽くしされているということなんです。でも大きさちょっと比較してみますとねギザと市内というのはちょうど東京から京都ぐらいの距離だという,ふうに思っていただければいいんですよね。まあ、京都よりは近いかなという感じです。で今度はギザとですねイーストポール、ナーチプレービヒアイーストポールラインをつないでいます。この赤い線なんですよね。そして 今度はあの市内とエルサレムとつないでいます。魔界線がギザとプレハビヒア、それからその先でイーストポール、それからブルーのラインが今言っシ市内半島とエルサレムです。で、この間の角度がですね、88.37、まあほぼ88度、9度。 直角に近いということですね。で距離を測ってみますと、まあエラーが8キロぐらいあるんですかね。8キロ8キロ弱ありますけども、まあそんなもんでほとんど同じだということですね。ということでケイミヤさんからいただきました情報を吟味していました。Thank you very much, Mr. K Miyah.、Uh, see you again next time. Bye. Hello. This is Hiroshiyashi, Takatoke, Japan. The mountain where mothers Leave Mount i みなさんこんにちは。タカさんからこのようなメールをいただきました。で、813号を見てくださったそうです。ありがとうございました。ということになりますと、八ヶ岳とね、まあ、つながるというわけですね。確かにそういう事実が出てきました。 まあこのような高さんご指摘の事実もあるわけですね。で大切なことはですねこうした事実をすぐですね宗教と結びつけその先でカルトに結びつけることは正しくないということですね。事実は事実宗教は宗,宗教として分けるべきですね。そして高さんがまあ大好きな曲だそうです「栄光への脱出」。 ういのはた、ま、か、あ、さん大好きみたいですね。時々ぜひ聞いたらいいというふうに進めてくださいます。実は私も大好きでした。This land is mine.God gave this land to me. 今でもソラで歌います。学生時代によく歌いました。So take my hand. And walk this land with me. いい曲ですね。えー、高橋さんどうもありがとうございました。今日は旧約聖書をですね、えー、なんて言いますか、宗教のための聖書としてではなくて、その中にどんな事実が含まれているか、それを知るために皆さんと一緒に読んでみたいと思います。よろしくお願いします。 thank